チャオ、あーちゃんです。今ちょっとね、 LINE でね、ファンの人、視聴者さんっていうか、まあファンの人やねんけど、LINE で LINE が来てんけどもね、ちょっとね、もういい加減にしてほしいなと思って、これはちょっとね、ファンの域を超えてるっていうか、ただの嫉妬すぎると思って、ちょっとだけご同行させてもらいます。これ他の人もね、そういう気持ちの人もいてると思うしね、この人だけじゃない、ちょっといろいろね、連絡をもらった人にかなりやっぱファンの人の嫉妬、もちろんアンチの人も嫉妬して、いや、ファンが嫉妬してアンチになる人もおったり、ファンが嫉妬してファンを叩く人がおったりすんねんけども、まあこれ一つの例やねんけど、例っていうかね、送ってきてくれた文章やねんけど、今日のね、お昼、おやつの動画、しゅうくんがね、ラムレーズンのアイスを持ってきてくれたやつやねんけど、しゅうくんは視聴者の域を超えてると思う。ラムレーズンの差し入れして資源ゴミを、もらってとか、以前動画で家に来る視聴者さんがいて困っているとか言ってましたよねって、シュウ君は特別なんですかって、あっちゃんは特別だと思ってなくてもやっぱり特別だと思います。いつまでこういうことをさせておくのですか。スタッフ解散後も年末もシュウ君の掃除を手伝いにあっちゃん家に来たんですよねって、モノモースで、麦茶さんが言ってました。やっぱり、ずるいし変だと思います。同じ、奈良の視聴者さんでしゅうくんと同じようなことしてますか。他の奈良の視聴者さんがそこまで踏み込んできてないですよね。しゅうくん、まんちゃんだけはやっぱりその二人は側近なんでしょうかってメールが来てん、メールって LINE が来たんやけど、まずね、麦ちゃん知らんでしょ。あっちゃん麦ちゃんって見たら去年のオフ会のね、事件以来会うてないし、で麦ちゃんは名前変えてひどいアンチコメントもしてきて、もう今ブロックしてます、はっきり言います。そんな人のモノモースで言うたこと信じる人がモノモース見てる時点でおかしいやろ。そんなとこ行って、あっちゃんも言ったと思う、前にも言ったと思うけど、うちのファンはモノモース見るなと、あんなとこ行ってくだ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 らんことに寄せすぎやって、あれでも迷惑、いろんなとこに電話かけたりとか、営業中の、レストランに、これも聞いた話やね、あっちゃんも聞いた話やけど、レストランに、電話をかけて、あっちゃんはお金を払ってご飯を食べてるっていうことは、それは、一応その動画撮影させてもらっても、ね、そういうひっくるめお金を払ってるわけやけども、お金も払わへんのに手を止めて物を聞くって、ね、やったらあかんこと、それも、動画でライブで出したらしいんだけど、それは犯罪です。で、まんちゃんにもライブ中にまんちゃんに電話かかってきて、でまんちゃんが出て許可も取らずにまんちゃんの声を、ライブで流す、それは犯罪です。そんなことやってるやつを見に行ってそれを信じるって、じゃあ、であっちゃんも、あっちゃんがいろいろ、まあまあ、まあちゃん返した文章もいろいろ言って、返したんやけど、まあ、奈良のね、人でもあっちゃんといろいろ水面下で話してて、いろんなこと会うのもあるし、ゴミの片付けてしてくれる人もいっぱいいてるって、それにまあここには書かへんだけど、あっちゃんと一緒にまたランチ5回を取る人もいてるしね、いろんなそんな奈良うだの人もいてる。その中でしゅうくんとまんちゃんだけ特別じゃない、何か言わせんのって、まんちゃんしゅうくんも特別でも側近でも何でもない、しつこいよって、いい加減切れるよって、あっちゃんの言うこと信用できへんねやったら離れた映画なってマジイラつくねんけどって、忙しいのに返事だって時間かかる、全く言いがかりやし、ただの嫉妬やろって、ファンならあっちゃんの、あっちゃんに無駄な時間と腹立てさ使わせないでって、これで何回言ったって、そんなにあっちゃんのこと信用できへんねんねって、できへんね、で信用できないんだねって返したね。で、はっきり言ってね、そんなにあっちゃんにアイスを食べさせたくないのかな、そんなにあっちゃん、そのしゅうくんのアイスを食べてほしくないのか、そうじゃなくあっちゃんにアイス食べてほしかったら、トーカーとかで持ってきたらええがな、それやったら。自分は何もせんかって、口ばっかり、人のこと否定。いや、あっちゃんからしてみたら、アイスいただける視聴者さんの方がありがたい、やっぱり。でしょ？しゅうくんじゃなく他の人でも、そういう気持ちがあるんやったら、持ってきてくれたらいい、送ってくれたら、言い方悪いけどね、いっぱい送ってきてくれる人いてます。遠いところからね、もちろん、沖縄から北海道からあっちゃんに食べてって送ってくれてる、いてます。嬉しいです、やっぱり。でも、口ばっかりで、人がしたことに否定する。じゃああっちゃんに物を送っちゃダメなのか、あっちゃんに物を送る人を否定したい、止めたい、それがしたいのか、それってアンチも変わらへんやん。でこれ引っかかったのが、あっちゃんの言うこと信用せえへんのに、麦ちゃんとか物申すで言ったこと信用する、アホですか、はっきり言って、それファンですか、ほんまに。いや、ええ加減ほんま腹立つよ。なんでかって言ったら、あっちゃんはやっぱり
ファンのために動画を作ってて、今日だってこんな動画作る時間だって無駄やねん。でこんな LINE かって来たから、来てみたから返したけども、はっきり言ってあっちゃんの LINE ってなかなか返せへんかったりもする。今日だって送ってくれてる人返せへんしてるけど、ただただタイミングで、仮想通貨の値段見よう思って携帯触った時に LINE が開いたわけよ。通知来てて。で見てから返しただけのことやねんけど、それだけでも時間かかるんよね。 LINE 返すだけでもすごい無駄なんね。で今日これでじゃなく他の動画を作ろうと思ってて、今日夜、7時半の枠で、ちょっとまたアメリカ情勢の話をしようと思っとって、でもその時間すらもうムカつくしイラつくから、この状態で撮れへん。動画の1本2本飛んでまうわけよ、はっきり言ってね。ファンのこれすることかっちゅう話やねん、はっきり言って。でファンやったらファンなら応援してくれたのに、ファンが物を持ってきてくれたことを叩いて嫉妬する。それほんまにファンのすること。ね。あっちゃんに支援してくれてる人を止めたり、それが特別扱い。そんな特別扱いしてほしいんやったら、自分も特別扱いしてほしいだけのことしたらええやん。言い方悪いけど。遠いのは言い訳や。奈良におるから。それただ単に偶然奈良に住んでるだけのことであって、そうじゃなく、他府県から行かれへんからって送ってくれる人いっぱいおいてんねんで。の中、口ばっかりで人のこと止める。だからこれはネガティブエネルギーやっていうね。ポジティブな人っていうのは、誰かがこうするんやったら私もしましょう。それがポジティブでしょ。誰かがしたからそれを止める。あの人特別ですね。特別やと思えたら自分が特別扱いされるようなことしたらええやん。違う。もしそれしたら逆に、この人どこに住んでるかあっちゃん知ってるけど、遠いところから月1回月2回来たらあなた叩かれますよ。特別扱いされてるって言って。だって他府県からあっちゃんのことレンタルしてくれた子だって叩かれたんや。なんでか。動画に出てくるから。だからあっちゃんはお洋服いただいてもあえて名前出さへん人もいてます。叩かれるのが嫌やから。でもやっぱり名前出してほしいっていう人もいてる。そういう人はやっぱりあっちゃんも出させてもらいます。そんな感じやねんけども、いや逆にあっちゃんは、せっかくいただいてんから名前は出したい。そうやって誰々さんこんなことしてくれたよって、それもファンとあっちゃんとの交流やし絆やと思う。その人のファンとの交流、絆をそんなにダメにしたい。シュウ君とはっきり言って会うた年末なんか会うてないよ。年末会うたかな、わからん。資源ゴミ一回持って帰ってもうてん。年末やったんかな、忘れた。一回段ボール持って帰ってもらったことがある。でも、その後いつ会うたかな、覚えてないよ。はっきり言って、年末の、あの会議の後、で、あ、そうや、年末の会議の時に持って帰ってもらったか、段ボールは。で、あの後一回も持てへん。で、これ正直な話。ほんで、今年に入ってから、スタッフ集めて、話がしたいから呼んでくれってなったから、あっちゃんも行ったし、その時シュウ君呼んで、一緒に話した。それ以来シュウ君とも会ってないしね、そんな状態なのに、こんなね勝手などこどのわけわからん嘘つきで犯罪みたいなことして何回もチャンネルバンされとるやつのとこの話信じてさ、あっちゃんが言ったこと信じひんで、こんなライン送ってて無駄な時間取らすのやめてほしいな、今度から。はっきり言ってね、こういうことであっちゃんって、やっぱり配信者っていうのは心冷静に穏やかにして、さあこれから話するぞって言って台本作らずあっちゃん喋ってるわけよ。このテンションのまんま台本作らずに次の話できるかって、できへんねん。はっきり言って明日の動画 2,3 本消えたわけよ、これで。はっきり言って迷惑です。二度とこういうことしないでください。で、あ、そうそう、何だっけな、ファンならあっちゃんに、あ、ちょ、どこや、同じ奈良県の視聴者さんで、シュウ君と同じ、奈良県、他府県関係ないでしょ。だから、他府県からでも、1ヶ月に2、3回会ってくれた視聴者さんだっていてるよ。で、あっちゃん、そうそう、これ、うちに来て迷惑やって、以前動画で家に視聴者さんが来て迷惑やって、これ無断で来るアンチなんか、よく分からんやつが来よるわけよ。はっきり言って、勝手に家へ来て手紙入れていくやつもおるし、それ読んでへんけどね。で、とか、写真撮るよりやつおるし、で、うちの近所の人だけど、あっちゃんとこの家写真撮って、行ったやつおったでって言う人もおった。そんなやつがおる。だから迷惑や言うとんねん。それとか学校とかに連絡入れたりとか、ね、で、宇田のことどうのこうの言うて、あっちゃんは知らんねんけど、あっちゃんちょっと万ちゃんから聞いた話やねんけども、宇田のところのなんかとこ来とるとか、で、あっちゃんとこの家の前通ったとか、そんなことタヌキに書かれとるって、宇田へ来るやつおるでって話聞いたんやけど、そういうのは迷惑や、はっきり言って。でもファンの人でアポイントメント取ってくれて、あっちゃんがおるときに来てくれるんやったら、あっちゃん全然歓迎します、ファンの人やったらね。うん。で、それは迷惑だし、一言も言うてない。
だからファンとファンじゃない人とあっちゃんは区別をつけてる。でファンの人っていうのはあっちゃん応援してくれてんねんからやっぱり会いたいっていう人だから、あっちゃんも会いたいよやっぱり。でも応援してないやつに会いたいとも思わへんし、それとファンであってもやっぱり時間関係なしに電話かけてきたり、メールしてきたり、返事してくれって言うてきたり、ツイッターフォローしたのに、ね、ツイッターフォロー返せとか言うてくるやつとかいっぱいおんねん。そんなやつはっきり言って迷惑です、うん、そこはあっちゃんは区別してる。こんな言い方したくはないけどもね、うん、ファンっていうのはやっぱり応援してくれてあっちゃんを盛り上げてくれるのがファンじゃないんかな。こうやってはっきり言って時間潰したりとか、人のことファンのこと嫉妬したりとか、そんなファンじゃないんちゃうんかな。ほんまにファンやったらそんなことするかって思うんだけどね、うん。だから結局まんちゃんしゅうくんも特別扱い、特別扱い、あの人たちは特別扱いじゃなく、あっちゃんのことを応援してくれるからこそこんなことしてあげよう、してあげようっていろいろしてくれるわけよ。だからいっぱいしてくれた特別扱いじゃなく、逆に言うたらいいファンなわけよ。ファンとして、ファンとして、ファンの中であっちゃんにこんなに何回もね、物あげたりとか物を持って行ったりされたら、逆にあっちゃんの立場に立ったらありがたいわけやん。ファンとしてもありがたいっていうのがほんまなんちゃうんかな。それを嫉妬するってほんまにファンがファン叩くって一番最悪な声、最低な声やと思うよあっちゃんは、うん、だからファンがなんでファンを叩くのか意味がわからない、うん、そこよく考えてほしいな。 Let's think